学校の臨時休業、休校とは、学校保健安全法に基づき、学校の設置者が感染症の予防上必要があるときに、臨時に、学校の全てあるいは一部の授業を取りやめることを言う。臨時休業の対象となる範囲により、一般に、学校閉鎖や学年閉鎖、学級閉鎖などと呼ばれる。この臨時休業の措置は出席停止の措置とともに、 学校での感染症の蔓延を予防するための措置の一つである。したがって、生徒は学校、教員の指示によって欠席するので通常の欠席とは異なり、欠席扱いにはならない。内容の規模は学校学年学級であるため、必然的に最小規模である学級閉鎖の実施例が最多である。しかし、次に多いのは学校全体を対象とする。 学校閉鎖であり、特定の学年だけを対象とする学年閉鎖の実施例は非常に少ない。学校閉鎖とは、学校教育法13条によれば、学校の閉鎖とは廃校のことであり、臨時休業を学校閉鎖と称するのは本来適切ではない。正しくは全学級閉鎖と称するべきである。第13条第4条第1項覚号に掲げる。 学校が次の覚悟のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同校覚悟に定めるものは、当該学校の閉鎖を命ずることができる。1法令の規定に故意に違反したとき、2法令の規定によりそのものがした命令に違反したとき、3、6ヶ月以上授業を行わなかったとき、なお、学校の臨時休業について定めていた学校保健法は、 2009年4月1日をもって、学校保健安全法に改正されており、新旧で条文の位置などが若干異なっている。感染症の予防のための個人の出席停止については、校長が決定することとされているのに対し、学校の臨時休業の決定は、学校の設置者が行うものとされている。学校の設置者は、臨時休業を行った場合には、保健所に連絡しなければならない。 学校保険法等の一部を改正する法律案の概要文部科学省学校保険法等の一部を改正する法律案新旧対象表文部科学省。ありがとうございます。